ミルクサッカーアカデミー今日もクリックありがとうございます井上馬と申しますノーミルクサッカでございます今日は一体何を教えてくれるのかなどんでたっぱ、はい ヨーロッパ軍の日本人の今週の活躍と、なんか、ペップさんがちょっととあるコメント残したので、ちょっとそれに関してもご紹介していきたいなと思っております。海外の話、ここでね、なんかまとめてもらえるから嬉しいですよ。いつもありがとうございます。ありがといます。今日もお願いします。チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。お願いします。と、と、ということ。全然どうでもいいと思うんですけどね、カメラの調子があんまり良くなくて、僕、な長に今日つっます。恥ずかしい。 ねえ、どうでもいい。ごめんなさい。はい。はい。はい。ってことで、まずは今週末の超超超超、超活躍してきた、日本人選手の皆さんでございます。い。や、そうでしたね。南野選手。そうでしたよ。そうです。おー、なるほど。おー、なるほど。はい。なよ。女子もひなたさん。ってことって、そうなんです。まずは左上の南野選手からいきましょう。ジェルマンに対してですもんね。 そうですね。パリ・サンジェルマン相手に、えー、まあ、結局5対2で敗れてはしまうんですけど、1ゴール、1アシストと、まあ、パリ相手に一番もう気をね、吐いてた選手ということであったかなと思いますいいと。はい。もう今季12試合でもう4ゴール、4アシスト、めちゃくちゃ結果残してる感じで。ねえー、馴染んできた。ペース的に言ったら、2桁得点、2桁アシストできそうなレベルですから、これ、うんうんうん、は相当じゃねえかと思いますけどね。ね。な 活躍が期待される選手でございます。そして今度は右上でございます、トムですね、我らがトム,トムって言われてる。トミヤトス・タケヒロ選手でございます。リーグ戦、これで3試合連続アーセナルですスタメンということで、今回は右サイドバックでしたけれども、フルスチで完封勝利ということになりましたので、ここでご紹介の方をさせていただきます。 なんかやっぱり、ミリオカでも別動画で話しましたけど、今、何チームからか、なんかちょっと獲得の問い合わせじゃないですけど、なんかそういう噂も上がってるみたいで、ただ、アルテタさんがいや、行かせるわけねえだろみたいなことを言ってたりするみたいなので、まあ、これは冬以降もね、富安選手はアースで見ることができるんじゃないかなと思っております。ははいいですねそして 続いて真ん中の段は、坂本達弘選手でございいますはチャンピオンシップはいのコベントリーというチームに今、今年から移籍しましたけども、ついに得点、おめでとうございます。やりました。思えばね、実は、ほら、1個前、オーステンデっていうチームでベルギーいましたけども、でも実は点は取れてなかったっていうのがあるんで、ヨーロッパ移籍って初めてかな、これが。かったですね あの私大好きミルウォール相手に点取ってましたけど。<おー> <laughs> ねミルがついてますからね、これね。そうなんですけどね、<ー>ちょっと押したいチームなんですけれども、はい、坂本選手が点を取っておりました、えー、おめでとうございます。は<ー>めでとうございます。はいはい、そして、えー、右側でございますけれども、うん、スタンダルリエージの川部辺男選手。はい えー、この間の代表戦の、まあ、前ですか、はい、にはちょっとおけががあって代表自体ということになりましたが、えー、まあ怪我直して戻ってきまして、えーはい、それでスタンダード1-0で勝ったんですけども、えー、変化相手に、えー、その決勝点というか、えー、唯一の得点を叩き出したのが、河辺選手の、ねえー、エリア内でのボレー弾でございました。おーボレー よかったですね。ペース的に言うと、彼も2桁得点取りそうな感じなんで。あ、得点で見せちゃってるんだから、今。すごいですね。髪型はどうなんですかのまた長いのまあちょっと伸びてる感じはありますけどね。かっこいい。はい。となっております。ああ、そはい。はい。そして、左下、まあ、ちょっとどっちでいっていいか分かんない部分もありますけども。え本間紫耀�選手でございます。えあいわゆるクラブブブルージュのネクストの方で今日出たんですけれども。 お、ドリブルからのワンツーでえ、ま得点。いや、もう A が浮かぶよ。らしさが出てるよ。そう、らしい感じですよね。はいはいだからあとはこれがえ、なんでネクストなんだって話で。本当ですよ。出してくる最後の選手さん。本当ですてるんそれだけです何してるんですか。みたいです。こんなにね、なんか面白い選そんないないのでね。本当ですね。しますよ。はい。 そして、え右下で、マンチェスターユナイテッドの宮沢ひなた選手。はい、初得点となりました。20メートルぐらいのミドルシュートですね。相手にもちょっと当たった感じはありましたが、えまあ、決めてくれたというところでございました。すごいね。にましたけど、黒いユニォームだったですかあ、だったかな確かに。はい。右のハーフとかやってんでしたっけそんな感じのポジションからね、決めてましたけどね。うね。 まあ2列目からというところでございました。いはい。という、まあ、注目というか超活躍した組の日本人の皆さんでございました。はい。はい。ほ、はい、んと他にもこちら見ていただきましょう。どうでございます、うんうん、はい。今週の、えー、他に活躍したというかね、ヨーロッパ日本人の皆さんでございます。はい。え選手の名前の下が水色の方はスタメンだったよ。えー、ピンクの方は途中出場だったよ。はい。で、あとは、 あれですね、えー、ボールマークついている方、赤の方は得点、えー、グレーの方はアシストしましたよということになっております。先ほどのところで言わなかった組で言ったら、はい、伊藤純也選手も、えー、アシストをまた決めてくれておりました。シリア戦の4アシストなんかまだ記憶に新しいところかもしれませんけど、ね、はい、<laughs> またチームに戻ってもアシストをまた重ねていらっしゃった <laughs> い<ー>ということになっています。 すごいですね。頼りになるぜ。ですね。同じ漫画何回も読むって言ってましたよ。関係ないけど。<laughs> ね。<laughs> ね <laughs> 言ってたら確かにな。えーえー、そしてあと右側のところにいますけど、またね、ポーランド、グルニクジャブジェの、えー、横田大輔選手が PK 決めてましたね。んなんか彼に関してもリーグ2桁いきそうな感じなで、多分もう早ければ冬、うん、遅くても夏にはステップアップがあるんじゃないかなと思う選手でございます。はい。 はい、横田さん、ね。はい。そして、えー、ツイッター今度こっち。あ、ちなみにあの、ポルトガルの皆さんなんかあんまり出たり出なかったりなってますけれども、え、カップ戦でした。リーグ戦じゃなくて、それだけ言っておくと。ああ、なるほど。はい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 。はい。そして、えー、続いてこちらは、うん、えー、スペイン、ベルギー、ドイツ組という感じですね。うんうん、はい。えー、こんな感じの皆さんが出てらっしゃいました。さっき言わなかったところでは、うん、えー、ベルギー、モレンベークの安ベシュート選手がアシストを決めております。うんはい、やったね。うん こちらではまたすごかったのは、まあ、怪我で代表、こちらも入ってなかったって感じになりましたけど、うん、橋岡選手が、まあ、すぐに戻ってきてくれてたってところがありましたね。あとはあの、これね、われわれ、11月27日のミルワカマンデーライブの後に撮ってますけど、マンデーライブの中ではね、J1、えー、J2、J3 のフルタイムスチョ場選手のご紹介とかもさせていただいたんですけど、うんえー、とんでもないのはやっぱりね、えー、左から 2, だ2列目の上から2番目、うん、渡辺剛。うんうん ええー、リーグカップそしてヨーロッパカップ、うん、全部フルタイムするよね <laughs> よしお母さん強いね。あれはちょっとやっぱ別次元だなと改めて思いますけど、えー、あいという感じになっておりますので皆さん知っておいていただけたら嬉しいです素晴らしいでございます今日もまとめていただいてありがとうございました ね、ありがとうございました。あといかっちゃおうということで、毎週この、うん、シリーズも出してくれてるということですね。もちろんでございます。ます。はーい、えー。くれぐれも、ね、この後も、ね、うん、夢夢頑張っていただきたいと思います。うますそうですね。はい。で、ただちょっと最後に一言だけって話なんですけど、うんうん、なんか日本人じゃないけど、右側になんかペップさんいらっしゃるじゃないか、この写真でペッ,、ね、ペップね。はい。 はい。ね、うん、これ何かというとなんですけど、なんかペップさんがですね、うん、えー、これリバプールのとの試合の後に、なんかインタビューに臨まれていて、うん、ちょっと俺は激横だぞみたいなことをおっしゃってたんですよ。うん、なんであの、てのもね、うん、あの、俺はここ7年トレーニングなんてしてねえんだって話をしてて。ああ、なにじ、はじめのチームで時間がないってことそうなんですよ。休ませなきゃいけないからそう。ほう。 あの要は日本だと、ざっくりほら、1月の中旬ぐらいからキャンプ始まって、だって2月の後半のね、開幕までの間、40日ぐらいキャンプ期間あるじゃないですか。ペップさん、まずそもそも、集まって、まずすぐ、あの、なんかアジアツアーとか言っちゃうでしょ新加入選手と会うの、飛行機の、あの、いわゆる飛行場みたいな。ああなるほど。そうでしょって話ですけど。で、あの、もうあまりにもみんなも疲労困憊状態で、 1時間とか練習するのはもうあのドクターからダメだよって言われてるんですって。次の試合に向けたその立ち位置確認とかしかできなくて30分とかしかできない新喜劇みたいなね。彼らプロ集団ですからもうねパーン飛べちゃうんですってね。すごいね。まあでもそういうことなんだろうね。はい。だからちょっとだから日本人選手たちもちょっとねやっぱ強いチームにだんだん行ってるので。 ちょっと練習がなかなか自チームの方では連携練習みたいなところができなくなってきてるのかなと思いますからもうだから各チーム各代表はもう空母みたいなの作るしかないねこれこね泊まり家族も、ね、住める町をね空母エピハド空母みたいなの作って <laughs> それで世界中を回りながら <laughs> <laughs> ね暮らしながらもう練習しながら <laughs> 空だなそうだね いや、そうなんだよね。ちょっとそこが心配ではありますけど、というところで、はい、まあ、今日の動画でございました。うん、したはい。ということで、井上までございました。もミルク佐藤でした。チャンゃん、手イ、ね、チャンネットの声がまたぜひよろしくね。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。ううみんな、怪我なくね。本当ですよ。はい、はい。<laughs>